ここは？千代ちゃん？カケル先生、千代ちゃんは大丈夫なんですか？ショックで気を失っているだけだ。お前たちこそ大丈夫か？大丈夫だから。そんな、誰かを置いて逃げるなんて無理。私も一緒に残ります。バカ、犠牲が増えるだけだ。それでも私は誰かを犠牲にするなんて嫌なんです。くそ、なかなか愉快でガタガタ、奇妙な組み合わせだな。震えろ、そして恐悦するがいい。我は深淵なるもの、一であり善、お前であり世界でもある、刹那かつ永遠たる存在。そしてお前の運命を、待て、おい、話せ、おかしいだろ、躊躇しろ。そもそも人の話は最後まで聞けよ。マジでこいつ何なのだ、まともじゃなさすぎる。我のことはバニタスとでも呼ぶがいい。お前、我のことをもっと警戒しろよ。してくれよ、調子崩れるんだよ。力は貸し借りできるものじゃない、自分の力で何とかするんだな。奴らはいわゆる悪魔だ。レギオンという最下級の存在だがな。だが最下級とはいえ、お前らみたいな生身の人間に勝ち目はないだろう。されど、お前が強大なる我を畏怖し崇め、定めの上で苦しみ抗う、優越なる姿を見せると約束するのであれば、力を。お前、我の話を聞いてたか？生身のままでは勝てないのだぞ。本当にまともじゃないな。本当はもっといろいろ思わせぶりな話をしたかったのだが、ガランゆえ知識も常識もないとは分かっていたが、礼儀と命の大切さまで知らないとは。キー、もういい。お前とのやりとりに疲れた。力は貸せぬが手助けしてやる。定めは不変、支障はないからな。
あっ